なので、今回ドランする今回はですね、本日もバグを使った検証動画でございます。今私の島の日付12月の19日ということでですね、なぜかもう冬になっちゃってますね。でですね、島に雪が降ったらですね、このように島のどこかにですね、1日2つランダムでどこかに雪玉が出現するわけですよ。で、雪玉に近づくとこうやって転がせるんですよ。で、転がせば転がすほどどんどん雪玉が大きくなっていくと。で、雪玉2つ合体させると、はい、雪だるまの完成。でですね、この雪玉をですね、川とか池とか海とかでね、突き落とすことができるんですよ。はい、せーの、バーンってこう落ちるんですけど、今回やりたいことはですね、このゲームですね、普通はね、絶対に川の中に入ることはできない。川に向かって思いっきりダッシュしても、謎の当たり判定があって入れないんですけど、1ヶ月前ぐらいに見つかったバグを使えば川の中に入れまーす。声だけの形にして、その下に作りかけパズルを置いて、適当に走りまくって、いいタイミングであるボタンを押すと、川の中に入れます。はい、このようにね、川の中に入れる場が発見されたんで、今回これを使って検証していきたいと思います。川の中に人がいる状態で、川の中に雪玉を落としたら、川の中で雪だるま作れるんじゃないかっていう検証動画です。いや、赤坂さん今、川の中に入っちゃってるけど、どうやって雪だるま川の中に落とすのって話なんですけど、住人呼び出しを使います。ということで、サブ住民を呼んできました。さあ、まず赤坂さんが川の中に入ります。ああ、なんでこんな場所にワープした？あ、来た！よっしゃー！やっぱね、みんなの夢だと思うの。川の中で雪だるま作るの。いや、もうみんな夢だと思う。あつ森をしとけば一回は思うはず。川で雪だるま、危ない、落ちる。今落ちそうだぞ、危ない。川の中で雪だるま作りたいなと。その夢は赤坂さんが今叶える時が来たみたいです。成功するか知らないですけど。あ、ワープしてくんな！お前なんでワープしてきたの？お前、川の中でおとなしくいろよ。いやー。あ、もう、さあ、雪だるまでかく、雪だるままでできた。はい、雪玉でかくしました。さあ、ここで、金髪の子にですね、この二つの雪玉を落としてもらいます。で、俺はね、川の中で雪玉を、うまい具合に動かせば、川の中で雪だるまが作れるんじゃないかという大実験でございます。絶対成功できるはず。さあ、それでは、一つ目の雪玉を落とします。せーの。よいしょ、ギョギョギョ。で、待って、動かせない、これ。動かせねえし、おい、全然動かせねえ。ねえ、全然動かせないだけど。ねえ、そもそも動かせない、この雪玉。正直、もう消えちゃったー。一応、もう一つ落とすか。おら、おい、全然動かない。ねえ、おら、あとでハンターある。おー、捕まえろ、雪玉。あ、捕まえられない。なんで捕まえられないの。ああ、消えちゃった。もう消えちゃった。川の中で雪玉転がして雪だるま作ろうと思ったんですけど、そもそも川の中で雪玉を転がせなかったんだけど。